神聖なる者たちよ。私たちは愛を持ってあなた方にご挨拶します。今月はあなた方が創造し、整列し、手放し、クリアにするための、そしてこのすべてにおいてあなた方がより本当の自分自身にオープンになるための多くのパワフルな整列と選択のポイントがあります。今月のエネルギーは、あなたの歴史、あなたの宇宙的表現、そしてあなたの先祖からのパターンの側面に触れて、それにオープンになることで、より親密に感じられるでしょう。ここ数ヶ月の間に、あなた方が受け取った強烈な工事の光の流入の後、この進化は、とても困難に感じるかもしれませんが、あなた方は今、あなた方の存在の中の最も根本的な側面と真の解放の機会が潜んでいる場所に開かれているということを知ってください。あなたがこれらのエネルギーを受け取り、それにオープンになるにつれて、これらのエネルギーはあなたに波動のコントラストと人生における多くの分離のパターンを認識し、手放し、クリアにするためのエネルギーの活性化をもたらします。そしてこれはあなた方が求めてきたものであり、つまりワンネスへのシフトのための道を開いているのです。ですから、このことを思い出し、あなた方がエネルギーを最も容易に受け取ることができるように、そしてそれによって起こる変容が内なる錬金術を働かせることができるように、あなたの神聖なる自己と無限のものに対してオープンで信頼することを選択し、最善を尽くしてください。大天使メタトロンの導きのもと、あなた自身の大いなる完全性があなたのアセンションの経験を導いています。あなたの神聖なる自己は、あなたを知っており、あなたに耳を傾けています。神聖なる自己は、あなたが、これらの変化を、できるだけ優雅に、楽に受け入れられるように、あらゆる方法で、あなたを導いています。しかし、今月のエネルギーの深まりは、かなり大きなものに感じられる可能性があります。あなたは、サポートされ、愛されており、その恩恵を得るために、このプロセスを完璧に行う必要はないということを知っていてください。今は、意志、態度、意図がすべてです。ですから、もはや自分に役立たないと感じるものを、まずは受け入れて、それを手放し、統合し、解放し、クリアにすること、そして自分自身が変容していくことを許すことです。あなたのそのオープンな姿勢、それ自体がとてもパワフルなのです。この変化の多くはエネルギー的なレベルで起こりますが、エネルギーが古い感情や恐怖、記憶、恐れに基づく心配をかき立てる場合は、呼吸に集中し、ハートチャクラに中心を置き、あなたの道を容易にするために、グレースエロヒムを呼び出してください。それ以外にも、軽めの食事や十分な水分補給、定期的に散歩をしたり、芝生で寝転んだり、好きな音楽に合わせて体を動かしたり、恋人や子供、ペットと遊びながら体を動かすことも大切かもしれません。このような簡単なことが、あなたの体やあなた自身の助けになり、流れてくるエネルギーの指示を統合して機能するようにするのです。どのような形であれ、喜びや感謝を感じることも、また、あなたをサポートし、今も、そしてこれからも、あなたのために役立ちます。ですから、美しいもの、真実のもの、世界がより包括的になり、親切になり、相互のつながりを意識するようになるという新たな兆候に気づき、それを味わう時間をとってください。
あなたのできる範囲で、動物や自然、人々など、他者に対する、温かさや思いやり、慈しみといった、ハートのエネルギーを生み出してみてください。頭で考えるのではなく、感じながら、ハートから感謝の気持ちを発散するように練習してみてください。そして、この切り替えはとても重要であり、経験することによって、それはとてもパワフルになります。誰もが今、この状況に共にあります。アセンションのエネルギーは、今、あなた方全員に影響を与えています。そして、覚えておいてください。すべての人が何が起きているのかを理解しているわけではないということを。他者との関わりの中で、優しさ、本物の優しさ、温かさのある存在となることが、地球への貢献となります。あなたが、オープンで、誠実に、そうすることができれば、いつでもそれは、世界と自分自身への大きなギフトになるということを知っていてください。あなたは生まれながらにして愛の存在なのです。このことがなぜこのすべてが重要なのかを思い起こさせ、あなたに勇気と力を与えてくれるでしょう。あなた方の世界とあなた方の人生はこれまでに集団として経験したことのない深いレベルの癒しと変容へと開かれています。これは決して容易なことではなく、喜び、感謝、寛容、そして中心を保つためには膨大な信念と忍耐と集中力が必要となります。毎日ベストを尽くし、毎晩ベストを尽くした自分を祝福してあげてください。愛を注いだ瞬間や他人や自分に敬意と尊敬の念を持って接した瞬間を祝福してください。自分が何を学び、何になろうとしているのかに気づいてください。惜しみなく自分を褒めてあげてください。愛で行動し、愛でいることがあなたの目的地です。今、それを実践できる瞬間が、このすべてが何のためにあるのかを思い出させてくれるでしょう。そして、最後に必要なものを求めることを忘れないでください。私たちはガイダンスや励まし、インスピレーション、そしてあなたに愛のシャワーを浴びせたり、平和を吹き込んだり、単にあなたのハートに触れたりすることで、あなたの向かう先に希望が持てるようにサポートすることができるということを忘れないでください。あなたはあなたを知る多くの光の天使たちに囲まれています。そして私たちは愛と光の中で意図的に進化しようとするあなたの素晴らしい能力に拍手喝采を送っていることをしばしば思い出してください。私たちはここにいて、いつもあなたと共にいます。あなたを助け、あなたとつながることは私たちの大きな喜びです。私は大天使ミカエルです。輝く光の評議会と共に、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンでの応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。